はい、それでは前回の続きやっていきたいと思います。さあ、ここからが S ランク以上ということで、もう環境にめちゃくちゃいるカードたちで、まあ、環境トップレベルの強さを持つカードたちや、もう神にも等しい強さを持つカードをご紹介していきます。はい、まずは今回のね、環境でめちゃくちゃ流行ってる孫悟飯青年期、こちら圧倒的な潜在能力で、自分のパワーと戦闘力が3倍なんだ。で、この時点でもかなり強いんだけど、カードアクションの Z を持つ仲間が5人以上編成されていた場合は、敵チームの攻撃で KO された時に復活チャンスが発動するようになります。はい、これ2ラウンド目限りなんだけど、2ラウンド目無限復活って言って、こう KO されて復活、カメハメハでもう1回 KO されて復活っていう、もう2ラウンド絶対やられないよっていう、カードなんですけど、もちろん復活封印とかには弱い。はい、あとはこれだね、 Z の半減とかさ、ね、メンバーも優秀で、これはね、いいカードだと思う。はい、でスーパー優秀のゼロ、暗黒の邪悪竜、これもずっと環境強いな。ユニバースの4段のね、カードなんですけど、これもずっと環境にいるイメージ。まあ、なんといってもこれはもう確定記録1本ダウンと貫通、どっちも備わってて、なんかこういうね、その記録ダウン妨害もできて、貫通で火力も出せるよっていう、結構その妨害と火力が両立するようなカード、こういうのがね、ヒーロー強いんよね。1点特化じゃないのがいいっていうので、魔人ドミグラ、はい、これは戦闘力とパワーを上げて、さらにそのパワー値に応じて敵のヒーローエナジーを最大3つ破壊することができて、さらにこれ、はい、薬剤のゴッドメテオっていうね、時回戦能が持ってるやつと同じメテオを持ってて、敵をサポートエリアからこれ引きずり出して、アタッカーが増えたタイミングでこれがまた発動するんで、結構理にかなったようなカードで、サブとしてはこのロベル、はい、これを入れることによってもうパワー爆上げで、毎回ほぼほぼエナジー3破壊確定のロベルも環境で今結構強くて、これ敵アタッカーかける4000パワーアップって、まあ、結構ぶっ壊れてるんだけど、このドミグラでサポートエリアからね、アタッカーを引きずり出すことによって、さらにこれまたシナジーがあって、ロベルでさらなるパワーアップを測ることができる。これはね、昔の魔強化ロベルと、よりもこっちの方が今は強いと思ってて、まあ、最先端ロベドミネッキ、みたいな感じで使ってます。はい、やっぱロベルはずっともう、なんだろう、外したくない。このカードだけは絶対に1軍から外したくないし、まあ、ずっと強くあってほしいなって思う1枚です。はい、ぶっちゃけまあこの S ランクの中でもこの2枚は上位に来るかな。はい、からの開幕イントで使うゴジータ BR、はい、とブロイン、まあこれもどっちがいいんですかっていう意見ね、よくあると思うんですけども、まあ強さで言うとも圧倒的にこっち、こっちはね、エナジーがラウンド数かける1個上がるだけじゃなくって、これね、はい、龍拳、ダブル龍拳で自分とパートナーの必殺ダメージ永続で3倍、いやこれ3倍って結構ね、火力出せるし、でガード位置とかにすればもうほぼほぼもうワンパンみたいな、いうような火力が出せて、さらに自身の気力回復持ちで、こっちは利点としてはまあ気絶しないっていう点と、デメリットとしてこれゴジータ BR ってブロリーかブロリー BR がいると高活動しないんですけど、まあこれは戦闘力半分だけで済むっていう、ぐらいで、他はもうゴジータの圧勝かな。こっちの圧勝ですね。はい、からの堅実なサブ、はい、トランクスゼノ、こちらもね、本当に開幕ユニットのサブカードとして使えるカードで、キーソードロック持ちの堅実な戦法は優秀すぎる。これは SR の強さじゃない。トランクスゼノだからさ、まあ、ゼノデッキにも組めるしね。だからそのうちゼノ系でさ、エナジー1個の開幕ユニットが出たら、もうこれは無双すると思う。で、これも堅実な戦法、孫悟空、はい、これぶっちゃけ堅実系で一番推したいカードです。はい、なぜかというと、まあ、堅実な戦法アビリティに加えて、これ Z 戦士の闘士で気絶無効がつくんだ。で、2ラウンド限りといえど気絶無効がつくって結構強いし、これ悟空なんだ、だ孫悟空だから他のユニットにも入れられて、もうめちゃくちゃ有能だ。さっきトランクスがあのゼノデッキでエナジー1個来たら強いって言ってたけど、それが現状この悟空でできてるから、強さで言うと圧倒的に自分はこっち、選びたいっていうのと、まあ、キーソードが自分単純に苦手っていうのもあって、こっちの方が採用率が高いです。からのベジータオーツのとタンバリン、はい、これもセットでぜひ使いたいね。はい、敵の戦闘力バトル終了時に敵アタッカーの倍増効果は無効、パワー1万2000以上の敵のパワーを2000にできます。はい、2000にすると、どんなに高くても10万だろうが100万だろうが2000にする。で、これがね、
うん、そうだね、まあ、どの環境でも強いんだけど、また今回の環境で三連撃のブロリーフルパワーとかさ出てきたから、あそこら辺でまた刺さるようになったんだよね。でこれに加えてタンバリンでさらにパワーダウンですね。でこれ最低パワー3000下げられるから、これ2枚使うと適用確定でパワー0にできます。はい、パワーマイナスってやつで、からの孫悟空の今回のシークレットレア、はい、これもオラに元凶よりもカードアクションの方が強くて、これがね敵の気力全部なくせるんだけど、サポーターの気力も下げられるので、まあ、次のラウンドで先行がめちゃくちゃ取りやすいと。でバーダック、はい、クラチェンバーダックは、まあ、今回の環境でちょっと落ちたかも。実はこの上に SS ランクとさらにその上があるんだけど、前回までだったら多分これが SS だったんだけど、ちょっと今回の環境で逆転しましたねこちら。はい、でゴジータゼノ、はい、中ゴジもやや落ちたかな。はい、次元の超越と最強パワーで、まあ強いには強いんだけどね、実はこれの上位互換みたいなやつが出ちゃったんで、それで多分採用率が若干減ったかな。自分的にはそっちの方が断然強いと思ってるんで、はい、これも孫悟空のさっき超さっき、出たと思うんだけど、まああれよりも自分的には強いと思ってます。はい、圧倒する負のオーラ、敵の戦闘力上昇率を9割ダウンで、敵チームのヒーローエナジーが戦闘力で上がらなくなる、はい、戦闘力以外か以外で上がらなくなるのに9割ダウン、まあエナジーもね妨害できて先行も取れますよと。はい、これ結構好きなんだよね。でこれとターレスを使うとゴアスまくれるんだよね。それとかの組み合わせも好き。はい、めっちゃ汚れてるけどね多分ローダーだよねこれ。ローダーの汚れだと信じたい。あー、オッケー、ローダーだった。はい、ここで登場魔人ロベル。はい、魔人ロベルも結構使ってますねこちら。はい、幻惑の魔術、まあ、ここら辺の中5字とかフィンと並んでる時点でも結構強いっていうのはねお分かりいただけると思うんですが、これはさっきのねケザ神官だったりボージャック、まあそこら辺との組み合わせで強くなるよというカードで、ターブルとかまあいろいろねその組み合わせるカード豊富なんですけども、まあ単純に使いやすくて硬いで、パワーをねドローアクションで1にできます。はい、これまた結構強いよね。ブロリーデッキとか当たったらね、これパワー1にしたら結構恩恵でかいし、でブロリー EBR、はい、暴走する闘争本能で敵のパワーを、5000ダウンさせるんですけど、敵の状態が気絶無効であった場合、パワー1万5000ダウンさせられて、まあ気力ダメージ無効でもいいんだ、とにかく1万5000ダウンが強い。ビルスにもろ刺さりで限界突破ブロリーにはどうかっていうと、あいつはね攻撃時にパワー上げてくるから、若干イマイチかなって。まあ、ビルスみたいにもセントルバトルの時にもうパワーはドンって上がってるカードだったらいいんだけど、ブロリーだと戻されるから、まあそこでねブロリー対ブロリーでもちょっとあいつにはやや及ばないかなっていうところがある。はい、からの限界突破ブロリーの UR バージョンです。はい、こちらマガマガしい闘技で1ラウンドの敵の記録を超ダウンします。でさらにサポーターにした時の記録回復もそのラウンド目に超ダウンできて、まあ、これも優秀ですね。敵にいたらまず一番警戒するべきカード、うわブロリー来たよってなる。さらにチェンジでパワープラス1万の必要な時に関係なく技が打ち放題になります。はい、ブラスターベテオね、これ惑星シャモを破壊尽くした時のあれがねもう永久的に見れるといやーこれまたいいカードですよね。これ好きなんだよね、イラストも好きだなこれ。ブロリーのこのイラストめっちゃ好き。で時の海王神、はい、これもゴッドビッシュの3段もう5年ぐらい前のカードなんですけど、めちゃくちゃ優秀ですこれ半端ない。この時の海王神多分一生一軍から外れることない。はい、時の海王神のカゴ、まあサポーターに下げるだけで敵のね全員の当たるダメージを半減しますと。でこの時点でも強いんだけど、パワー1万5000以上の敵がいると効果が超アップして、9割ダウン、まあ、極限ザマスをかけた時と同じような硬さになるんですけど、ザマスとの違いとしてはこの時の海王神っていつでも発動ラウンドが選べんだ。なので1ラウンドだろうが2ラウンドだろうが選べる上に、ザマスみたいにちょっと気絶のリスクがないっていうの。要はザマスって気絶したらねゴッドメテル発動できないんだけど、時の海王神はそのリスクがないで HP とガードが高い、ってのでそこの点に関しては優れてる。ただ効果発動は1回限りなんで、そこの見極めがめちゃくちゃ大事ですね。はい、そこを守って次仕留められるっていう状況で使ったりするといいです。からのマイティーマスク、はい、戦闘力制限の最強カードですね。
はい、孫悟空ベジータ。まあこれもね、クライマックスのベジータが減ってるから、マイティマスク自体の、供給率というか普及率も落ちてるっていうのがあるんだけど、まあまあまあこれはね、別にクライマックスチェンジが全てじゃないんでまあまあまたこれはそのうち動画出しますよ。はい、からの究極神オレン、これもそうだね、ずっと強いね。はい、滅びの攻防出た当初からこれが一度たりとも弱いって言われたことはないんじゃないかな。うん、でスーパーオレン、はい、ここセットです。まあこれも言わずもながら、はい、強いですね。もうこれをスキャン順でね、こっち先にすると半分にしてから3000減だ。で逆にこうだと3000減らしてから半分にすると恩恵がこれ少なくなっちゃうんだよ。元のパワーが1万あったとして、まず神オレンでマイナス 50% マイナス、スーパーオレンで3000すると2000になんだ。でも最初にスーパーオレンで3000減らした後にマイナス 50% すると3500で1500も大きいでしょ。でこの差がめちゃくちゃでかくて、要はこのパワー今1万で計算したけど10万で計算した時に1万5000の差が出るんだ。なのでここのスキャン順は絶対にミスらないように神オレン、スーパーオレンといたしましょう。はい、からの最後はゴアスと異次元という風になっております。はい、これまたあれですね、これが邪悪竜の邪悪竜種のカードで、もうあの時代から一生強いって言われてるカードで、ゴアスも、はい、これね、敵全の記録をダウンさせて、さらにエナジーも3破壊、これもずっと強いんですけどもね、 HP も4500あるし、でもやっぱこれじゃね、これ多分今のバトスタで使われているカードで最初期のもの何ですかって言われたら間違いなくこいつだよね。うん、異次元からの使者、これほんと昔からずーっと使われてるカードで、うん、未だそれが劣れることはなく、さらに対策カードの絶好のチャンスがいるのにもかかわらずそれがほぼほぼ環境で見かけないと、うん、絶好のチャンスなんてマジで普及率なくて、もう対策がほぼゼロで、何で対策するかって言われたら、まあ、先行取れば別にね、アビリティ発動しないんだけど、これのデッキ組む人って大体先行取るデッキにするからほぼほぼ発動されると、で戦闘力制限のさっきのご飯ゼロにも入れられるし、まあとにかく優秀ですよね。はい、ということで S ランクの紹介が以上となります。はい、ここからが SS ランク。さあこれね、 S ランクと比較するとカード枚数がだいぶ減りました。はい、これめちゃくちゃ厳選して選んだんでちょっと見てください。はい、まずは時の海洋神洗脳暴走、はい、こちら操作された運命、ミラクルパーフェクトの発生確率と復活チャンスを無効化できます。さらに CISP の、スピードも速くできるんで、とにかくチャージインパクトの勝率アップさせたい人にはおすすめで、これはね毎回発動するのがずるすぎて、もうミラクル時々玉でいくら上げようが封印されるし、チャージインパクトもほぼ無条件で速くされるし、キーソードとかにもあれ影響するんですよ、チャージ速くするのがね。で妨害の達人だね、もうこれはもう一言で言うと。で復活チャンス封印もめちゃくちゃ強くて、さっき S ランクでご飯青年期を紹介したと思うんですけど、これの対策で、はい、先行さえ取れば復活潰せます。なので2ラウンドだろうが3ラウンドだろうが復活できない。で魔人プティン、はい、あ、ちなみにちょっと言わせちゃったんだけど、こっからランキングになってます。はい、上に行けば行くほど強い。でこれは S ランク以上は全部そうしてるんだけど、最初に紹介するカードがとりあえず S ランクの中では一番弱くて、最後に紹介するもどんどん上に行くにつれてどんどん強くなっていくんで、ここちょっとランキングっぽくなってます。はい、なので順位的にちょっとね、こっから先は紹介していきたいんですが、はい、魔人プティン記録あれですね、下げながら固定戦闘力を無効化できますよと。はい、これもずっといるね。うん、もう魔人プティンは減らないね減らない。これはしかもターレスがいることによってほぼ確定で固定戦闘力無効かけられちゃうんで、ほぼほぼ封じる術もないと、うん、唯一あるとしたら、ラウンドの開始時に記録を下げるスーパーイーシネノンとかなんだけどね、あそこら辺も最近あんま見ないし、まあ無双してますねこいつは。もうずっと、はい、的確なアシストのヤムチャです。こちらもずっと優秀ですね。はい、記録回復とサポーター人数分ヒーローなじアップ。でヤムチャはね、まあ今もレート1万円ぐらいは多分キープしてると思うんですけども、まあやっぱ1枚は絶対持っておいた方がいいかな。いや、こいつがいるだけで結構デッキの幅が広がるしさ、ユニットデッキとかで主にこれ重宝してて、あそこら辺にもね必要だしさ、ちょいにちょアビリティあそこら辺にも必要で、
まあとにかくユニットを使うんだったらこれみたいな1枚ですからのベジット。はい、あちょっとここから隠しながらいこうか、次のカード。はい、からのベジットです。こちらが研ぎ澄まされた矛と盾。これね、先行取ったらそのラウンドのみ敵のアタッカーのアビリティの固定ダメージアップ効果を半減して仲間アタッカーのガードプラス5000上げるんだ。でこの時点でもめっちゃ硬いんだけど、自分の攻撃時敵の超強力な記録ダメージを与えてパワーを永続でプラス1万、まあ中5時的な感じのことができて、あれの防御にも振られたバージョンだね。でこいつの強みはここ、はい、超時空転送ゴッドでヒーローアバターがいる時にデジットでの時空転送し大ダメージを与える。さらに敵の軽減効果は無効。さらに HP が 50% 以上あった場合はダメージ 1.5 倍のガードと軽減効果は無効。でこれね、あの火力自体は4800ぐらいしか出ないんだけど、このほぼ無条件でガード軽減無効が強すぎる、うん、これは反則だと思う。これ1枚で結構いろんなカード潰されたからね。はい、からのじゃじゃん、孫悟空 BR。こちらがさっきのベジットの火力バージョンで、はい、3ラウンドのフィニッシャーですね。さらに掃除の守護者で気力回復で、このパワーと気力消費の戦闘力上昇率が永続で2倍になってくるんですよ。でこれもほぼ無条件みたいなもんなので、ここだけでも結構評価が高いかなという1枚ですね。はい、まあ、火力&気力、そっちの2個が担います。でジレン、はい、ジレンなんですけど、あごめん順番間違えちゃった、ごめん最初こっち、はい、暗黒王目近村。これ混沌をもたらすもので、アタッカーにした作戦決定時敵アタッカー勢の CI スピードを永続で速くし仲間サポーター人数分敵チームヒーローなしをダウンする毎回。はい、これまたずっと優秀な1枚ですね。もうエナジー破壊系といったらこれみたいな。でこのメチカバラの対策も正直言って今ベジータ BR のグレンにも優しぐらいしかなくて、まあ結構こいつも無双してますね。でエナガアプリとかも出たけど未だ現役みたいな。はい、で暗黒シェンロンで3000固定化記録ダメージの願いを願いながら敵陣の与えるダメージを 25% 永続ダウン。はい、これも何気に強い。いやこれ本当に整った1枚だなって思いますね。うん、もうエナジー妨害の達人、さらに気力ダメージ亀裂。続いてジレン、はい、灰色のジレン。さあこちら固定ダメージ無効に加えて敵の与えるダメージ半減、なんですけども、まあ先行を取る必要があるので、ちょっとデッキを作る時に関しては、まあ、先行が本当に取りやすいデッキ、さっきのゴアスとかマジンプティンとかを入れて、とにかく先行に特化させたデッキであれば無類の強さを発揮します。で今まで固定戦闘力じゃないや、固定ダメージを無効化するっていうカードはおそらくなかったと思うんだ。半減とかあったけど無効ってなるとこいつぐらいしか出せない味があって、さらに亀裂無効の敵の与えるダメージ半減のぶっ飛びスイングで絶大な火力が出せてしまう1枚で、ラスト、はい、S ランク、SS ランクのラストがこちらですね。はい、ゴジータ BR。 さあゴジビーね、これ超最初の方にさ身勝手の極意のガード無効を紹介したと思うんだけど、あれの完全上位互換です。はい、解き放たれた究極パワー、敵チームが3人以上の場合、戦闘力バトル終了時ガードが7000以上の敵アタッカーがいた場合、自分の必殺技が発動可能になり、そのラウンドのガードが7000以上の敵アタッカー全員のガードを無効にする毎回。はい、有能すぎる、これは有能すぎるね。ガードを無効化、まあ、さっきの異次元からの下のまあ使いやすくなったバージョンかな。こっちは先行取る必要ないし、さらに技発動になるし、でカードアクションが優秀でカメハメハモードがあるんですけど、まあこれがね、復活デッキの対策ができて、なおかつダメージ2000アップ、いやこれはね本当に優秀だね。値段が上がってきて、まあ、3000円ぐらいにはなっちゃったんだけど、まあ、これもまだ値段5000円とかになる前に買っておいた方がいい1枚だなって思う。であとこれ多分だけど再録されないと思う。あのね、ユニバースミッションのカードってこれ以外にも優秀なカードめちゃくちゃいっぱいあってさ、多分次再録されるとしたらこいつなんだ。でなると優先順位的にゴジータって省かれんだよね。だから多分こいつは再録はされないと思うし、今の値段的にも悟空 BR の方が圧倒的に高いので再録されるとしたら次こっちなんだ。だからこれは再録の可能性も薄い上にまだ安いので、これマジで今のうちに買っておくことをおすすめします。ということで SS ランクの紹介が以上となります。さあ皆さん、いよいよここからがゴッドランク、さあお待ちかねのゴッドランクです。
さあここから先もランキング形式で紹介していきたいんですが、まず1枚目に紹介するカードはこちら、はい、身勝手の極意の孫悟空です。さあここから先の強さ順になってて、このゴッドランクの中ではまあ一番控えめなのがこれだったっていう、でもこっから先のカードは、ぶっちゃけ言うともう環境トップどころか必須級カードなんで、もう1枚たりともね、あの見逃せないカードが続きます。はい、思いを継ぐ挑戦士、作戦決定時アタッカーにすると自分チーム全員の記録を回復、ガードが永続でプラス2000、サポーターにすると敵チーム全員のチャージインパクトスピードを永続で速くし、パワーを永続でマイナス3000毎回。はい、アビリティ見るとそんな強そうではないんだけど、使ってみるとわかる、これはマジでぶっ壊れてる。もうね、敵にガード位置とかガード向こうがいなければアタッカーにしてこれね、ガード上げながら記録も回復させてさ、まあアドバンテージを取るでもいいんだけど、敵にもしもさ、その、ガード向こうのさっきのゴジータ BR とかがいた場合、これガードを上げちゃうと無効化されちゃうじゃん。だからそういう場合はパワーを減らすんだよ。でパワー減らしながらこいつは CI スピードも速くできるから、3ラウンドぐらいまでいくと敵全員最速で、この身勝手の極意、まあいろんなデッキで使えるんだけど、前回の谷口さんのリスナー最強デッキ、あちらでも使わせていただきました。はい、ああいう使い方ができちゃったり、あとはその前のリスナー最強デッキビルスとか、あのあそこら辺に立て続けに入ってた。で上位ランカーがやっぱりそれだけ使うっていうこともあって、これは自分もほぼほぼバトスターだと8割ぐらいは使ってんじゃないかな。でこちらが強いです。はい、ブロックバーストで敵の攻撃を一度だけ確定フリーズできて、さらにブロックバーストって軽減率えぐくてさ、あの多分 90% ぐらいダメージ減らすんだ。でさらにこれは固定ダメージも止めることができるので、クライマックスステージでさっきのベジータがいても、そのベジータ、あれどこだっけ、あれベジータベジータベビビ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 ビ、あれベジータくんがいない、ちょっと待ってね、絶対どっかにいるはず。さあこちらを選択して固定ダメージ5000をね止めながら、さらにベジータのミラクルパーフェクトを止めることができて、これまたね使い方がめちゃくちゃ豊富で、こういう火力キャラでも何でもいいんだけど、そこら辺の攻撃を確定フリーズできるっていう、このランダム性のなさ、確定要素がめちゃくちゃ売りです。でさらにはブロックバースト後にパワーを永続で1位できるんだ。まあ必殺は放った時だけど、パワー1も持ってて、これも何気にね忘れがちだけど強い。はい、続いてこちら、はい、激怒悟空ですね。さあこれまたかっこいいそこか言うて、まあそこももちろんね大事なんだけど、まあこいつももちろん性能めちゃくちゃ強いです。さあ今回の環境でね、まあジレンが出てきちゃったので、固定ダメージの方は結構無効化されがちなんですが、仮に固定ダメージを無効化されてもこいつは戦闘力がいきます。はい、ラウンド数 ×1500 戦闘力永続アップで、自分の記録値を、記録が大幅に回復する、これが作戦決定前にかかるんで、1ラウンド目でこれアビリティ発動させてそのまんま戦闘力出すことができるんで、これまたチェンジで戦闘力上昇率が永続で2倍になるんだ。でパワーも2倍なんだけど、主に強いのがここで、記録毎回回復してほぼ満タンなのにその状態で2倍だから、通常戦闘力6000でそこに固定戦闘力ボーンって乗っかるんでそこがぶっちぎりの強さとなってます。いやぶっ壊れてるこれは。でジレンもちろん毎回いるわけじゃないから、まあまあまあそんなにね刺さらない盤面もないし、まあこれも本当にずっと優秀だと思う。はい、続いてこちら、はい、魔人とはですね、はい、こちらもね暗黒因子の注入で結構今の環境を荒ぶってます。バトスタ採用率の多分トップレベルなんじゃないかな。はい、パワーとガード仲間が勝利するためにプラス2000されて、自分チームにフュースーパーフュー暗黒王フューがいると5000にアップします。はい、ぶっ壊れてるね。これぶっ壊れてる。で、エナジーを勝利するたびに2個上がるから、これがいるだけでチャージに勝つと、仲間全員が強くなっていって、エナジーが2個上がっていくと。さらに戦闘力3000制限、とどめに打つことができると。はい。からのビルス。はい。こちらもね、無類ですね。はい。破壊のゴッドメテオ。で、最近はね、結構この破壊のゴンゲが対策され始めてて、あのベビトラとか、ガード向こうゴジータ、あそこら辺がどうしても多いと。なので若干こっちで守れなくなってきたんだけど、火力は申し分ないですね。はい、これにブルマと貫通とはつけられるデッキ、まあビルスワンキル結構流行ってるけど未だに強いもんね。で破壊のゴッドメテオで2ラウンド3ラウンド守れちゃうんで、まあこれは破壊のゴッドメテオがあるだけで相当評価が上がってます。からの限界突破ブロリー。はい、ちょいちょい話に出ていたブロリーですね。はい、これね、はい、ランキング的にビルスの上にしました。
はい、これもね結構意見分かれると思うんだけど、自分ももちろん最初はビルスの方が強いと思ってた。でも使い始めてから今回の環境をビルスよりもブロリーの方が強いなと思ったから、このランキングにさせてもらってます。はい、死の淵から蘇った悪魔で、バトル開始時から連携アタックに参加できなくなり記録ダメージを受けなくなる。記録消費の戦闘力上昇率が 1.5倍、また自分の攻撃時に攻撃した敵のパワーガードを永続で半分奪い、1人でアタックにするとそのラウンドのみ3回攻撃毎回と。はい、モリモリだね。うん、効果表記だけ言うと、でもビルスの方が長いかな。あ、若干ビルスの方が長い。はい、そんなことはどうでもいいんだけど、攻撃するたんびに敵のパワーガードを吸収できます。はい、この身勝手の極意のパワーをね、攻撃するために吸収、攻撃するために吸収っていう感じで、こいつのパワーとガードはどんどん下がってくるのに、こいつのパワーとガードはどんどん上がっていくと。で、パワーを上げた後に放つこのガンマクラッシュ、これが半端ない威力が出ると。さらにこれは極炎貫通なので、極炎のゴッドメタを無害です。はい、立ちが悪いですねなのでね、守るに守れないんだ。まあ、ガードとか軽減上げれば別なんだけど、エナジー敵が満タンの状態ですと1万5000円ぐらい出るんだ。で、ここで登場、極炎ザマス。はい、こちらもまあずっともう環境トップレベルに君臨しているカードで、なんだけれども値段は1000円ぐらい。極炎のゴッドメテオと守りの構え、はい、まあ、シンプルながらもやはり強い。このザマスの採用率もね、自分の中では8割9割あるんだけど、環境的にもそれぐらいいるね。もう10回戦ったら8回はいるんじゃないかっていうレベルでめちゃくちゃ多いカードです。で、絶対持っとけこの10枚っていう企画またね別にやるんですけど、それの時も絶対入れようと思ってます。はい、そしてここでね、ターレスですよ。はい、これも値段が今2万5000円から2万6000円ぐらい、まで上がったカードで、まあ次間違いなく再録がされるとしたらこいつっていう1枚ですね。はい、ビッグマミッションで一番高いカード、こちら分かち合う神聖地のみ、ラウンド終了時自分チームの気力の低い3人の仲間の気力を大幅に回復し、パワーとガードを永続でプラス3000、自分がサポーターの場合は効果がアップする。はい、これ気力満タンのパワーガードがプラス5000になるんですけど、とにかくこのターレスをサポーターに置き続けることでもう安定感、もう抜群の安定感を発揮し、気絶しても怖くない、さらにパワーガード上がって強くなる、もう言うことないよね。で、ロックオンバーストでガード7000以上の敵に対する与えるダメージ、これね 2.5 倍になるんですよ。まあ、正確に言うと敵の受けるダメージが 2.5 倍なんだけど、そこに加えてこれ必殺はそのダメージがアップする。で、これ具体的に 1.2 倍なんだけど、 1.2×2.5 で絶大な火力が出せてしまいます。はい、さらにメテオバーストの係数も高いと来ているので、ターレスのロックオンはめちゃくちゃ火力が出ると。はい、そしていよいよ皆さん、ここでねゴッドランク最後のねカードをご紹介していきたいと思います。さあ皆さん何だと思いますか？ゴッドランクの最後に紹介するカード、ここまでね、ターレス、極炎ザマス、ブロリーときて、これ以上強いカードがあるのかと。あるんです、こちら。さあ、アニバーサリーシークレットの孫悟空、こちら選ばせていただきました。いやー、これね、今回の、スーパードラゴンボールヒーローズのビッグバンミッション6弾で当たるとスゲーズキャンペーンっていう、こうゲーム終了時に宝箱が出てきて、その宝箱が光ると、これが当たるんだけど、お店の人からこの、ね、身勝手の悟空がもらえて、使えるっていうカードなんですけど、これがめちゃくちゃ強くて、まずアビリティがラウンド開始時自分の戦闘力が2倍になってくるんですよ。ちょっと見づらいんですけど、これ、はい、記録消費の戦闘力がラウンドの開始2倍になるから、さっきの悟空 BR よりも高い戦闘力が出せて、さらにアタッカーにした作戦決定時このラウンドのみ敵全員のミラクルパークトを封印し、仲間全員のチャージインパクトのスピードが初期値に戻る、さらに CI スピード火力効果を無効にする毎回という効果までついてしまいます。はい、 CI 安定化に加えてミラクル封印、もうこれはねおかしい、これはマジで強すぎる。もう戦闘力出せるだけで強いのに、それに加えてミラクル封印の CI 安定化、いやこれはねやりすぎだと思う。で、こいつも結構今バトスタで流行って、これね強みがこのアビリティだけじゃなくって、クライマックスチェンジにもあるんだけど、クライマックスチェンジで身勝手の極意まで変身すると、自分のパワーとガードが10倍になって、自分チームのヒーローたちが10個になると。はい、これでねエナジーがね確定10個の、パワーとガードが10倍でしょ、
で元のパワーガードはそんなに高くないんだけど、ターレスとかでバフをかけた後に10倍にしたり、時々玉取った後に10倍にするとこれ10万とかいくんだよね。でパワー10万の身勝手の極意カメハメハ打つとめちゃくちゃ火力出んだいう感じで、火力も出せて、さらにガードも硬くて、ミラクル出ない、チェラジン安定して戦闘力出せる、もう最高の1枚だと思う。これはぶっちゃけ今のヒーローズでもう一番強いカードだと思ってる。うん、ターレス超えたねこいつは。うん、ターレス超えた。で自分のホームページのねランキング表でもこいつを1位にしてるんですが、あれは冗談でもネタでも何でもなく、自分がこいつが一番強いと思ったから1位にしてます。もうこの当たるとすげずキャンペーンもね、その弾がなくない次第終了なので、そっから先ワンチャンこれ値段上がると思うんだ。でなった時に今の環境、今の段でゲットしておくのが一番ベストかなって思う。まあ段折りが、あの段の終わりが一番いいかもしれないね。はい、であとはこれ開封済みがほぼ出回ってなくて、あの開封済みになるともちろん値段は下がるんだけど、ほぼ今現状を流通してないので、ほぼ未開封しか売ってないんだ。これ何めっちゃこれ気になるんだけど、え、あー、いや袋の汚れじゃないの。あ、なんだなんだ、ローダーについてる汚れか。はい、これもね100均で、アシスタントくんが買ってくれたんですけど、これねちゃんと入るローダーを一応売ってるので、こういうのと一緒に使ったりとか、するといいかなって思います。はい、とにかくこいつが一番ね、この SS ランクを超えたゴッドランクで一番強いカードだなと思いまして設定させていただきました。さあ皆さん、こっからはね、ゴッドランクを超えたゴッド SS ランク、はい、ゴッドの中の SS ランクのカードを1枚ご紹介させていただきたいと思ってます。はい、そのカードがこちら。はい、ヒーローアバターですよ。はい、これがなんだかんだ言って一番強いんだ。でヒーローアバターはね、 HP が1万、今だったら2000後半、1万2000台の、パワーが1万3000、でガードが4500とか、育てるとそれぐらいまで強化できて、まあ、身勝手の極意引き出しアバターになってからステータスの上限値がちょっと上がったんですよ。でその感じで HP もパワーもガードも絶大な数値、さらにアビリティで、海洋神の場合だったら自分チーム全員のバトル開始時の気力ダメージが大幅にアップして、まあもう本当にこの技打つだけで気絶するような感じの気力ダメージを与えることができ、さらにフリーズアタックで確定気絶、これはもうね、もう間違いなく1位でしょう。で通常のカードってさ、あの HP が2500とか3000だと思うんだけど、まあそれのね4倍5倍ぐらいある HP で、元からパワーもねもう上げる必要のない1万3000とか持ってて、うん、アビリティも優秀で、でカードアクションをね2個搭載、はい、フリーズアタックと究極流拳っていう感じでカードアクションも多いと来たら、やっぱりね、まあ一番強いカードといったらこれでしょう。はい、ということでね、最後は若干ネタっぽくなっちゃいましたけど、はい、今回はね環境最強カード紹介ということで、2021年の3月バージョン、こちらをご紹介させていただきました。はい、ビッグマミッション6段、の環境ではとりあえずこんな感じかなと思います。このネタに関しては結構継続的にやろうと思ってるので、また数ヶ月単位、ワンチャン満位ダウンとか、やろうかなと思ってますのでね、次回以降もお楽しみください。ということでね、参考になったよって人はぜひね高評価やチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。